沖縄少林流弓道館黒火ワールドグレートジャーニーシリーズ第1作目で中達也先生が訪れた比嘉実先生の道場です。比嘉先生が中先生の体を強く叩いていますね。この体を叩く理由について中先生が気づいたことがあるそうです。ちょっと聞いてみましょう。弓道館の比嘉先生に内八を習った時に僕たちパーンパーンってされたんですよね。でまあ、そこに意識がいきますし、もちろんその脇の締めとか肘の締め、そこでまた新たなこう、なんですかね、再発見というか再確認ですね。ああ叩かれることによって肩を落として脇を締めて、もう一回宇宙系、こうするこうしたんですけど、どうしても力でこう抵抗しようと思ったんです、その時って。でもこれ力でなかなか抵抗できないんですよ。で後で考えたんですけど、例えばこれ自分で研究してまた分かったんですけど、これだと見てくださいね、これだとこういうふうに弱いと。ただこれが言いますよ、こうすると強くなるんですよ。これ気づいたんですっていうのは、あの 筋肉じゃなくてこうすることによって一番いいとこ探してるんですよね。関節、骨、筋、そうなんですよ。だから自然に一番いいとこになってるから、これはこれだけ強くなるんです。はい、だからあれはそういう深い意味が多分、例えば上げ受けもこれだと、まあ、こういう力とするじゃないですか。こうすることによってこう、ね、なんだこれあれ叩く方の先生が確認しているわけではなくて、叩かれた方の体が整っていくと。僕がこう発展してきたのはそういう方向に発展してきたわけです。それは中先生がじゃあ沖縄から帰ってきて、そうです、映像を見ていろいろ考えて、あれ待てよと、この時の感触残ってたんですよ。この時感触残ってて、待てよ、俺筋肉じゃないんだよなと思って、自然にこの骨格の部分が一番いいとこ探すんじゃないかなと思って、いろいろ生徒が実験して、すごいですね。でも普通はまあ叩かれたなで終わるとか、そうだから最初さっき言った叩かれたことによってこの意識がいく、で肩を落とす、肘を締めると脇を締める、あそういうことだなと思ってたんですよ、叩かれて。でもパッとやられた時にその感覚を思い出したら、自分で稽古してたら、あ待てよと、探すんじゃないかなと思って。てかそういうところまで考える中達也って人すごいですね。24時間考えてますから。1、2、3、4、5、6、7、8。はい。はい。例えばジオンですね、はい、ジオンもありますので、ちょっと比較してみましょう、はい、ジオン。これにくっつくらしいですよ。これに。はい、ショートの部分ですけど。はい、はい、いいんですよ。これはね。これはね。ですうん、先生どこまで。はい。筋肉。はい。こうですかね。
引いてから来るから、はい、はい、こっちですね、反対、反対やからですね、こうですね、はい、こうで、で、そのままそうそう、はい、ここを受けると突きが入ってるし、はいはい、ここを受けても突きが入ってる、いつも親指を持ってこう拳を押さえる、体もついてる、ああ受けたんですよ、それを反対捉えた時これを応用するとこれ体がけてこれを捕まえてくるわけ、こうやってガチになんか強いかも分からないじゃん、こうやりながら腰も一緒にやると入るんだよ、道がある空間に進んで、これ何なんだろう、そっちの方が多いですね、どこまで続いてるのかな、あれどこまで行けるのかな、どうなるんだろうな、皆さん昔の先達はここで何を得たのかな、うん、何を得てどうなったのかなっていうのが楽しみですね、この学生、中先生の思いから始まったグレートジャーニーシリーズ第4弾まで来ました。毎回たくさんの発見があります。皆さんもぜひご覧ください。